この感じ。え、なにこれ。ちょ待って、え、なんかすごい、おお。さあ今日はですね、刀鍛冶の里編のいろんな人が作った自作アニメーションを見ていきたいなと思います。戦闘シーンという描写にね、視点を当てて見ていきたいなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。まずはですね、こちらの方から見ていきましょう。どうぞ。いやー、すごかったっすね。多分これ終わりかな？エンドロールって書いたら終わりなんですけど。いやー、なかなか1本目からクオリティが高かったっすね。さあ、じゃあ続いてこちらの方のアニメーションをちょっと見ていきたいなと思うんですけど、甘露寺みつりさん見ていきましょう。お、かわいい。びっくりした。なんかすごいね。作がいいね。おお、すごい、かっけえ。めちゃめちゃクオリティ高くない？手書き？どう発展？やば。はい。ここで終わり？いやー、続き見たいな。いや、めちゃくちゃクオリティ高くない？手書きすごいっすね。うん。じゃあ続いて、かまど炭治郎見ていきましょう。なんか走ってるね。音楽も聞いたことあるね。え、こんなシーンあったっけ？どこのシーンですかね。善逸？あー、善逸思い出す描写、刀鍛冶の最後の方っすね、にありましたね。そうっすね、今回善逸出てこないんで。お、このシーンか。はい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 。おお、すげえ。わあ、クオリティ高い。おお、ハンティングだ。
いや、なかなかクオリティ高いっすね。で、ちょうどいいとこで終わっちゃったわ。いや、ハンテングどうなるんでしょうかね、あの後ね。はい。まだあったと思うんでね。さあ、この方の時と無一郎君見ていきましょう。必ず王なり皇帝なり。なんか、なかっこんいいでね。わざわざ転校生を3組に入れるかな。転校生3組？なんだ？おお、すごいな。ちょっと待って。なんか、アフレコおかしくなかった？はい。あ、でもすごかったね、アニメーション。ちょっと、ツッコミが入っちゃったからあれだけど。もう一回、じゃあちゃんと見ようか。ここすごいよね。わあ、すごいわ。すごいね。さあ、というところで続いてなんですけども、こちらの方ですね。N アニメチャンネルさん見ていきたいなと思うんですけど、いや、いつもお世話になってる方ですよ。というところで、今回はですね、時任無一郎くんと甘露寺蜜璃さんの戦闘シーンあるんで、まずは時任無一郎くんから見ていきたいなと思います。さあ。なんだ？気になっちゃって。なんかその壺、形歪んでない？左右対称に見えないよ。へったくそだな。それは貴様の身だなが腐っているからだろうが！私の壺のどこが歪んでいるんだ！血鬼術一番滑空人形、1万匹の刺客がお前を骨まで食い尽くす。私の作ね、品の一部にしてやろう。大変そうだな。霞の呼吸、六の型、月の歌唱。全部切り折った。 すごいね。霞の呼吸、かっこいい三の型、かっこいい。火山のしぶき。脱皮する。ああ、もうめんどくさいな。避けて木の上に逃げるのやめてくれないかな。お前には私の真の姿を見せてやる。真の姿。はいはい。この姿を見せる。お前で3人。結構いるね。なんだこれ。黙れ！私が本気を出したとき、生きていられた者はいない。すごいね。すごいね。口を閉じてろ、バカガキが！この完全 え、何これ？なる美しき姿に。なんか、フリーザ踊ってんだけど。編集おもろ。なんとか言ったら出ないんだ、このデクロボが！本当に人の神経を逆なでするガキだね。いや、だってさっき黙なんだこってれろっは。て言われたし、それにそんなびっくりもしなかった。急にね。かっこいい。木の上に逃げるなど己が言わなかったか。面倒なことだの。いや、単純に臭かったから。臭かった。鼻が曲がりそうだよ。おもれ。どうだね、私のこの神の手の威力。なんだこの中二病。拳で触れたものは全て愛くるしい鮮魚となる。え、こんな中二病だっけ。そしてこの速さ。震えているな。恐ろしいか。先ほどの攻撃も本気ではない。玉子。どんなすごい攻撃も当たらなかったら意味ないでしょう。正当。ああ、終わり。はい、というところで、じゃあ最後ですね。最後はこちらの方見ていきましょう。富士アニメーションさんかな。あ、玉子 VS 無一郎と、まあ、この2つね、見ていきたいなと思います。さあ、ちょっと音入ってないんで。まあ、さっきもちょっと見たけどね、かぶってるシーンもあると思うんですが、まあ、ちょっと違うかな。
こなんて言ってるかわかるっすね。さっき見たから。神の手はどうだいみたいな予習済みです。 N さんって予習済みです。お、これじゃあ続きかな。 N さんのその後っぽいね。消えた。何が起こった。すげえ。おー、切ったね首。いやー、セリフ聞きたいね。ちょっと英語で字幕書いてあるからなんて書いてあるかわかんないですけど、セリフ大事。焦ってますね。いやー、なんかかっこいいね、無一郎ね。誰かいる。誰だ。てかまだ生きてんの。長いね。首切ったよね。え？ん？ん？何やってんの？え？無一郎くん？え？ちょ待って。え？無一郎くん？なんか今。え？死体蹴りしてなかった？え？頭粉々にしなかった？ちょ、もう一回見よう。あー、無一郎くんこれ、あー、これすごいわ。うん、今までなかったやつだわ。この死体蹴りね。あ、そうか、炭治郎の戦いばっか見てたからあんまなかったんだけど、そうなんですよ。そう、炭治郎はこうね、首切った後優しくするタイプだったけど、もう無一郎がね、鬼なんかもうあれですからつって、うるせえな黙ってろつって。最高、素晴らしい。うん、じゃあ続き多分あるんでね、ちょっと見ていきましょう。これはどうなのかな、ちょっと見ていきましょう。髪を甘やかす。うーん、かわいい。髪にいただきマカロン。タコだね。なんかさっきと違う感じでかっこいいね。おー、なんかかっこいいわ。ぎょっこ。BGM いい感じで。これ扉絵っすね。うん、
いや、これ好きな絵だわ。原作の扉絵なんですけど。いや、今回これで終わりか。まあ、一応ね、私が用意したというか、うん、見つけてきた海外の方はこれぐらいなんですけど。いやー、ちょっとね、いや、ほんと時任無一郎 VS 玉子はネタっぽいというか、掛け合いがおもろいっすね。で、まあ、甘露寺蜜璃さんのところは、なんかギャップというかね、普段の甘露寺蜜璃さんとはまた違うような、ちょっとかっこよさっていうところが本当に輝く戦闘シーンっていう感じだったので、まあ、これが UFO テーブルさんのアニメーションでどこまで引き立てられるかっていうところですよね。中身に関してはこんな感じだと思うんで、いやー、ちょっと楽しみすぎるね。これ4月から玉子 VS 無一郎どんな感じになるんでしょうかね。見てきたけどわからんすね。はい、というところで、いやー楽しみですわ。中二病玉子ちょっとね、期待です。というところで、今回見たアニメーションすべて概要欄に載っけとくので、また見たいよっていう方はぜひ概要欄から見てみてください。では皆さん、また次回のところでお会いしましょう。うっばー。